サーチ。米村キラノのキラファイル。今回のテーマはこちら、私の夢です。話してくれるのは渡辺けやきプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。思い切りの良い投球が特徴的な渡辺プロ。渡辺さんの小さい頃の夢は何でしたか？宝ジェンヌになることでした。全然違いますね。はい、全然違いますね。宝塚がお好きだったんですか？はい、あの小学生の頃はあの宝塚の音楽学校を目指して、いろんなジェンヌさんがやってるレッスン会とかに参加したりとかしてました。すごいですね。はい、歌とかですか？そうですね、歌とかクラシックバレエとかジャズダンスとか、すごい、いろいろやってましたね。ぜひいつか見てみたいです。恥ずかしい。逆にこうボーラーとしての夢は何でしたか？はい、ボーラーとしての夢は、優勝することが夢だったんですけれども、まあ、今あの初優勝にすることができたので、まあ、2勝目を目指すのと、あとまあボーリング業界の発展とかにあの私も関わっていけたらいいなというふうに思ってます。素敵です。ありがとうございます。渡辺さんの夢は？夢がたくさんあるので一つずつ叶えていきたいです。 Dリーグ DVD ボリューム18夢のドラフト会議2023、歴代優勝者と次世代新人でドリームチームを結成。特典映像はスマホでプライベート。 DVD ボリューム18絶賛発売中。 Dリーグプラス会員募集中。 Dリーガーの素顔がわかる会員限定動画を毎週配信中。選手のサインボールや手作りタンブラーなどプレゼント企画が盛りだくさん。詳しくは Dリーグプラスで検索。